する。落胆の表情。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。うまいですね。こういうスペースの作り方は非常に効果的ですよね。駆け上がる。さあこのボール、ゴール。素晴らしいゴールですね今の。満員相手に先制点をもぎ取ります。あそこから決まってしまうのか。シュートコースというか、相手にシュートを出さないような形でしっかりブロックには入ったんですよね。今のシュートはかなりストレートボールだったと思うんですけどね。さあレアル、まずは1点先行しています。もう1点取ることによって試合の進め方、メンタルに向けて違いますからね。次の1点がこの試合で非常に意味のあるものになりそうですよね。